コスタメイサはアメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡の都市である。2010年国勢調査での人口は109,960人であり、2000年から1.1%の成長だった。1953年に自治体化された時は人口16,840人の半田園、農業社会だったが、小売業、商業及び軽工業を経済基盤とする。 郊外都市に成長してきた。ロサンゼルス大都市圏の周焉部に位置している。コスタメサとなった地域には、トングバ族や、類性女族インディアンが長く住んでいた。1769年のカスパルデ・ポルトラによる、遠征の後、フニペロセラが率いた、スペインの遠征隊がこの地域をバレホデ・サンターナと、名付けた。1776年11月1日。 サンフアンカピストラーの伝道書ができて、ヌエバエスパーニャのバハカリフォルニアでは、初のヨーロッパ人による高級的開拓地となった。1801年、スペイン帝国からホセアントニオヨルバに62,500エーカーの土地が特許され、ランチョサンアントニオと名付けられた。ヨルバの広大なランチョには、日のオリーブ、オレンジ、ビラパーク、サンターナ、タスティン、 コスタメサ及びニューポートビーチの街となる土地が含まれていた。米牧戦争の後でカリフォールニアはアメリカ合衆国の領土となり、この地域にもアメリカ人開拓者が到着し、1880年代には今日のハーバーブールバードとアダムズアベニュー交差点近くにフェアビューの街ができた。しかし、1889年の洪水で、この地域社会のように供していた鉄道が流され、 町は衰退した。一方、その南側のサンターナニューポート鉄道の側線に土地の牧場主の名前を取ったハーパーという地域社会ができた。この町はその農産物で繁栄した。1920年5月11日、ハーパーはコスタメサと改名した。これはスペイン語で海岸のテーブルを意味している。この名前は海岸の側に。 高原があるという地形を表している。コスタメサは第二次世界大戦後に人口が増加した。市内にサンタアナ陸軍飛行場ができて数多い。兵士がそこで訓練し、戦後は家族を連れて戻ってきたからだった。1953年に自治体化されてから30年間に市の人口は5倍近くになった。サウスコースとプラザコスタメサの地域経済は 小売業とサービス業に大きく依存している。商業活動の単一で最大の中心は、その建築や規模で注目される、ショッピングセンターである、サウスコーストプラザである。322店舗が入る、このプラザによって生み出される売上高は、国内の地域ショッピングセンターの中でも、最大規模のものになっている。年間総売上高は10億ドルを超える。 市の南西部の工業地域には製造業もあり、電子製品、薬品及びプラスチックの会社が多い。サウスコースとプラザを取り囲む商業地区はコスタメサの北部とサンターナの南部にかかっており、サウスコースとメトロと呼ばれることもある。サウスコースとレパートリー市内には、オレンジ軍芸能センターとサウスコースとレパートリー劇場がある。地元新聞、デイリーパイロットは、 ロサンゼルスタイムズが所有、運営、印刷を行っている。週刊高速道路405号線、カリフォルニア州道55号線及び道73号線で作られる三角形の中の商業地区は、装備家と呼ばれることがあり、これは、サウスオンブリストル、娯楽、文化及び芸術を意味する言葉の頭文字を取ったものである。週刊高速道路四百五号線のサウスコースと、 プラザ付近、コスタメサには26の公園、1つの市営ゴルフコース、26の公立学校及び2つの図書館がある。また、オレンジ群、フェアグラウンドがあり、カリフォルニア州でも最大級の祭りである、オレンジ群祭が毎年7月に開催されている。この祭りには、毎年100万人以上の見物客が集まる。フェアグラウンドに隣接して、 パシフィック円形劇場があり、マドンナ、ビル・コスビー、ジェシカ・シンプソン、ステッペン・ウルフ、ケリー・クラークソンなど多くの公演を行ってきた。コスタメサの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用主トップ10は以下の通りである。コスタメサは一般法の市政委員会、シティマネジャー方式を採用する都市である。立法府は、 全市を選挙区にする5人の委員からなる市政委員会に委ねられ、その議長と市政府の長である市長を誤選する。日々の運営は専門の指揮マネージャーと約600人の職員によって行われている。広さ9.5エーカーのコスタメサ市民センターはフェアドライブ77にある。市役所は5階建てであり、ここで市の使用管理機能が果たされている。また市民センターには、 市政委員会議場、警察設備、通信用建物、及び第5消防署が入っている。消防はコスタメサ消防部が管轄している。法執行はコスタメサ警察部が担当している。救急医療はコスタメサ消防部とケアアンビュランスサービスが担当している。カリフォルニア州議会では上院の第35及び会員の 第68選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第46選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス6となっている。2010年時点で連邦議会会議員議員のダナローラバッカーなどすべて共和党議員が務めている。市内はオレンジ軍交通局が運行するバス便がいくつかあるが、交通の大半は自動車によっている。 カリフォルニア州道73号線と同55号線の2つの自動車専用道路が市内を視点としている。週刊高速道路405号線も市内を通っている。コスタメサは北緯33度39分54秒、整形117度54分44秒。 北緯33.66500度整形117.91222度、33.66500-117.91222に位置する。ロサンゼルス市からは南東に37マイル、サンディエゴ市からは北に88マイル、サンフランシスコ市からは南に425マイルにある。太平洋からはわずか1マイルにその南端市境がある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.7平方マイルであり、このうち陸地は15.6平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.38%である。コスタメサは地中海性気候にある。以下は2000年の人口統計データである。市内にある高等教育機関としては、オレンジコーストカレッジ、バンガード大学、 ウィッティア法科学校及びナショナル大学がある。市内にはコスタメサ高校とエスタンシア高校の2校がある。公立中学は2校あり、テウィンクル中学はコスタメサの初代市長にちなんで名付けられ、コスタメサ中学はコスタメサ高校と同じキャンパスにある。オルタナティブ高校も2校あり、バックベイ高校とモンテビスタ高校は同じキャンパスを共有している。 この他コーストラインアーリーカレッジ高校は独自の施設を持っている。オリンピックの走り高飛びの選手者論では2002年にコスタメサ高校を卒業した。ありがとうございます。